皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁太プレゼンツバイオレディオでございます。今回はですね、私一人で進行していこうと思うんですけども、いつもはね、横に女性がいるんですが、今回はゲストの方ということでお呼びしております。はい、それではご紹介したいと思います。本日のゲスト、元 STU48 のメンバー佐野遥さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。よろしくお願いいたします。静か、一人だと MC もできるんだよ。いや、僕 MC 上手いでずっと呼ばれてるんですけどね。今めっちゃ噛んだよ。はい、カットされてるかしないか。いや、カットしてくれてるでしょう。さあ、佐野さんでございますけども、佐野さん、森下先生とは元から何かを。そうなんだ。あるんですか。友達が友達。あ、出た、友達の友達。みんな友達。佐野さん、透明感のある方でございますが、STU はやっぱアイドルだよね。そりゃそうですよ。ね、あの瀬戸内の。何のね、こっち。瀬戸内でしょ。あ、そうです。瀬戸内のアイドル、瀬戸内を拠点とするアイドルグループで、うん、でそこに少し前まで所属していて、今フリーで活動しています。なるほど。え、これ。もともと佐野さんは大阪出身ですか。はい、大阪出身です。大阪、言えます、どの辺とかでいいですか。大阪市内。あ、市内もだ、はい、結構都会っ子ですね。なるほど。で、アイドルになりたくて、もともとそういうなんか活動を始めたみたいなのがあるんですか。そうですね、アイドルが好きで、もともと AKB とか好きだ。あ、好きでした。それで自分も入りたいなと思ってた時に。はい、そうって感じですか。はい、セット、この STU の前はなんか他のアイドルで活動してたみたいなのあるんですか。あ、一応芸能事務所に入ってはいたんですけど、うん、でもアイドルとしては STU48 が初めて。おー。え、STU は STU だけのオーディションがあるの。あ、そうですね。これ、まあ、立ち上げるよって言って募集しますってことですよね。え、一番メインはどれですか。岡田奈央ちゃん。ああ、まあメインって言わないかな。なんかよくリーダーみたいな。確かに確かに。キャプテンやった。はいはいはい。なんかいろんな感じ。ね、それで、それは一期生ですもんね。そうです。だから一番最初のメンバー募集の時に、応募してそれで入るということなんですけど。はい。これ主に活動拠点って広くないですか。AKB とかじゃ秋葉原とか分かるんですよ。栄とか分かるじゃないですか、SKE だから。そう。広ないですか、瀬戸内。瀬戸内ってどこなんですかね。瀬戸内ってことですね。どこで活躍してるの。一番の拠点はどこだったんですか、活動拠点。一応、なんだろう、もう、拠点はもう、どこっていうよりも7軒、お船で回るっていうのが、はい、私のコンセプトなんですけど、そうでしたね。うん、まあ、今は船ないんらしい。船上でライブするみたいなことを、もともとのコンセプトっててすごいなと思った。だけど船はなくなっちゃったの。そうです、なくなっちゃって。なんでなくなったのか有名で見ます。いや、知らないんですよ私。読むかな、うん、気持ち悪いから。いいかも、お客さんの手で飲むんだから。あ、でもコロナが。あ、そうか、なるほどね。戦場でちょっと感染したらね、なかなか、うん、そうですね。それでそのメンバーとしてやってということですけども、どうでしたか。なりたくてなったアイドルは楽しかったですか。楽しかったですよ。うん、やっぱ自分に合ってるなと思いました。はい、楽しかったです。それでそのまま ST 卒業することになるわけですよね。はい、で卒業してからってどういったこの活動を。一応フリーでたまに、うん、あのポーカーとか競馬の番組に出たりしてます。あ、そうなんですか。はい、競馬好きなんですか。競馬好きです。あ、いや、いや、好きですか。僕地方競馬アンバサダーですからね。そうなんですか。はい、50人が選ばれる、芸能人、昔は50人選ばれる人一人ですから。すごい。僕、一番競馬知らない人思いますけど、その50人。マジで。え、ちなみに、瀬戸内の競馬場どこは。ええ、え、え、何大阪の競馬場は。大阪、大阪、園田、兵庫か。うん、京都。あれ兵庫。兵庫県ですよね。だから、ないです。大阪ないのか。大阪ないですよね、今。中央から阪神。まあ、地方競馬はないです、はい、だからそう、競馬好きなんですね。競馬番組、うん、競馬のやつの、まあ、番組出たりそういうことをしてる。そうです。え、じゃあ自分でも通う競馬場行ったりもするってことですか。そうですね。競馬とポーカーの番組。ポーカーポ
カーだったらサンテレビ。ああ。ポーカー。いいですよ、別に。ポーカーの番組なんですよ。そうね。ポーカーをするんですよ。はい。やるの？やります。なんかタレント、女性タレントのポーカーする人流行ったんですよね、何年か前。だって東京でも女性タレントとポーカーできる店とか出ました。そのあれですよ、闇賭博みたいなじゃないですよ。いやっちゃいますよ。ね、はい、ポーカーと僕全然しないんですけど、何が楽しいんですか、その。やっぱ掛け事やから、闇賭博のこれ。掛け事ってか、まあ。掛け事というか競技になるのかな。スポーツみたいなことでしょ。e スポーツみたいなことでしょ、もう。あ、なるほど。なんか確率、競馬とかじゃなくて、もう確実に確率があるから、それによって。あ、そっか。頭使う。何枚カード。ゲームみたいな感じ。何枚カードが出てるか。カードやったら、どう変えるか決まりがあるよね、じゃあ。あ、そう、計算か。何パーセントこれだったら勝てるとか、この状態で、この手札だったら何パーセント勝てるみたいな。佐野さん、理数系ですか？そんなことないです。わかんないんですけど。でも、そういうのを頭に入れながらやるってことですか？効果は楽しい。すごい、僕らは全然強い位置。いや、でも、まだなんか、なんだろう、実際海外とかでお金をかけてやったことがないんで、わからないんですけど、なんかアミューズメントで、はい、トーナメントみたいな一番を競うみたいなやつでは、まあ、一番にはなれないぐらい。一番にはなれないけどね。なれないぐらいの強さね。すごいな、でもその、なるほど。昔からなんかそういうのが好きだったみたいなとかあるんですか？いや、最近そのハマりだした、やめてからですか？最近、あ、やめてから。じゃ STU は競馬とかポーカー好きっていうのは NG だったの？ NG ではなかったんですけど、私がまだ興味なかったんで。なるほど。じゃそういうタレントさんみたいなことしてると。そうなんです。 STU はレコードデビューしてオリコン1位なのくらい。オリコン1位になってると思います、デビュー曲。そうで、週刊ランキング第1位で。暗闇っていうの？あ、そうです。すごい、だからそういう、結構女優さんである人もいるじゃないですか、 AKB グループ的なところが。女優さんとかは全然興味なかったんですか？興味ない。で、歌手で、なんかソロで歌手しようとか。あ、全然興味ない。すごい、本当に。じゃあアイドルの、そういうアイドルになりたかったんですね。アイドルは好きで、好きが一番、まあ、経験としてやりたかったのと、今はまあもうそれこそ好きなことだけやって、経験のコーナーだけやって、そうですね、いければいいなと。今後もじゃあそういう感じでやっていくんですか？そうです、緩い感じ。緩い感じでやっていこう。もう完全に大阪拠点でってことですよね。大阪、まあ、東京の番組、競馬番組出させてもらったりしたこともあるんですけど、まあ、基本は大阪でって。すごいな。でも確かになんかあんまりやる気なさそうに見える。いやいや、マイペースですよね。絶対満足したら。すごい、でもそれで満足できるのすごいですよね、アイドルちゃんやってみてね。そういうのやって STU も恋愛禁止。恋愛禁止です。あのグループ的には全部禁止です。うん、だから結構大変じゃないですか、ちゃんと。この時 STU の時は寮生活っていうか、決められたところに住まなきゃいけないとかあるんですか？そう、それはどうなんだろう、言っていいのかなって感じ。あ、いろいろ、まあ、でもいろんな届けはしてますね。人によって違うと思います。あ、そうか、事務所も違ったりしながら。あ、事務所は一緒なんですけど。あ、STU は事務所一緒なんですか？今は違う子もいるのかな。その当時は一緒でした。これ何人ぐらいのオーディションって。何人だろう、何人いたんですか？でも当時の AKB、AKB の人気すごかったよね。うん、結構今よりさらに。だって何個あんねんと思いません？何個あった？ AKB から SKE、NB、NMB、HKT、MGT、NGT、新潟ね。6個ですかね、今。新潟 ST。新潟6個。それ、欅ヒノキの別。あ、違う、ヒノキないか。ヒノキ。ヒノキ坂もないですね。ひなた坂とか。欅ヒナタ。あの、坂系はまたちょっと違うから。あとでもジャカルタもあるでしょ。ああ、まあ、海外合わせたらもう私もわかんないです。あ、国内だとそうだ。北海道はないですね、まだね。北海道はないと思う。あ、だからそう、そういうようなグループはあって。だから最新が瀬戸内になるってことですか？あ、そうじゃない。
強いから最後、ね、最後ですね、最後のグループですもんね、はい、だからもう、え、僕ちょっと分かんないですけど総選挙みたいなのじゃないですか、はい、あれも全部グループごっちゃ混ぜで誰がいいか決める大会ですか。そうですね、あ、じゃあこのコールメンバーも入って入れられるんですね。そうです、だから私たちは ほとんど結成したばっかりの時に歌いました。ああ、それは酷ですよね。新人がいきなり入れるんでね。なるほど。いくらね、買収ありとはいえ。まあ、一人がめっちゃ CD 買えば、可能性ありますね、東京ですからね。そうそうそう。なるほど。その頃にね、先生と知り合ってればね、先生いっぱい買ってくれたんでね、たぶん。10票ぐらいは。いや、10票。10票だけ。なるほど。だから、まあ、今後はだから、佐野さんはそうやって、なんかポーカーやったり競馬やったりマイペースにやっていくということなんですが、こういうラジオでおしゃべりするみたいなことはどうですか。あ、好きですよ、ラジオ。あ、本当ですか。 STU をやってた時にラジオ番組だったんですけど、はい、すごい好きです、ラジオは。あ、ちょっと僕今日一人でお送りしたじゃないですか。だからちょっと次回からちょっと空いてるんですよ、横がぜひいいですか、はい、来てもらって、はい、いい、大人の許可を取らなくて大丈夫ですか。話題のセンス大丈夫かな。いや、僕俳優ですから僕最近よく言われるんですよ、静香さん今日俳優の顔してますよっていじられるんですけど、今話題をしてくれてなので、ちょっとじゃあ来ていただいてもよろしいでしょうか、はい、ということで、お聞きの、キスナーの皆さん、来週からは少し佐野さんにですね、横に座っていただいて喋っていただこうと思っております。なので、ちょっと楽しみに来ていただきたいなと思っております。そろそろお時間が来てしまいましたので、今週はこの辺でございます。佐野遥さん、ありがとうございました。ありがとうございました。